今日はゴールデンウィーク最終日です皆さん思いっきり楽しめましたか私はたくさん食べてたくさん遊んでもうヘトヘトです明日からお仕事の人は頑張ってください皆さんこんにちはえっと今日は店舗開発で非常に重要な点の再エネー 看板ですね。これについてお話したいと思います。店舗開発の人はですね、社長からいつまでに何店舗をオープンしろっていうプレッシャーがかかってますから、もう店舗数のプレッシャーだけに対応しようということでビジネスを考えないっていうケースがよくよくあるんです。マーケティングを知らない、ビジネスを知らない人がただ店舗を設計をするとか不動産の知識があるとかそういった方がですね。 店舗開発やるとよく陥るリスクがありますという点で私の経験も含めていくつかお話ししますまずの店舗というのはファサードデザイン外装ですねそこで重要なのは視認性を持ってお客さんを誘引していくという非常に大きな役割があります都心のですねアウトドア看板これを、まあ、2メーター四方ぐらいの看板を借りるとしたら月数百万かかるのは当たり前なんです それ以上の露出が公のところに向かって店舗が立ってるわけですからそこのスペースは大変大きな価値があるんだっていう意識をやっぱり持つべきだと思いますただ綺麗にするだけじゃないやっぱりその視認性を持ってお客さんをどのように引き付けていくかお店に入店を促していくかこれは非常に大事な点ですということはですねまず看板の視認性があります看板だけじゃなくてお客さんの目線一番目に入りやすいところにポスター 短編の告知、または商品ののこういっったたものをききちっと考えるべきなんですね。ただ家賃が売上の10%こういうガイドラインだけで経営者がドライブするとそういうことも全く考えない店舗開発っていう事例をたくさん見てます。私の昔のマクドナルドでも過去そういう事例があってそういった変革を随分やったこともありますしその後いくつかの会社のサポートをする中でもそういったケースもたくさん見てきました。 もうちょっと具体的に言います。視認性なんですが、まあ、店の前に左右に道路があるとします。その道路の向こうにはシャドウです。シャドウの向こうには反対側の歩道があるとします。ではお客さんをどこからお招きするかっていうと、当然歩道を歩いている人、道路の反対側の人そこまで意識しなきゃいけないですね。ということは道路に向かって看板を立てるだけでは店の前の歩道を左右で歩いている人からは見えないわけです。 店舗の前まで来ないと見えない。百メーター先でも向こうからマックの看板が見えるとそれだけリードしてくるわけです。そういったことも考えるとですね、道路に面するだけじゃなくて、道路に直角に歩道の左右から百メーター先からもマクドナルドのロゴが見える会社のロゴが見える水平垂直こういうことも考えなきゃいけないんですが、この建物のですね。 ガイドラインで垂直の看板は禁止だとかそういったケースがたくさんあるわけです契約をした後に看板がつけられないということで社内で揉めるというケースがたくさんありますもう一つその看板はですねお店のその数百メーターの視野から見える看板だけではなくてもっと数百メーター500メーター1キロ先からお客さんをお招きする ととというここも非常にに大事なことになりますそういったことで1店舗のファサードデザインの投資効果を上げるためにはもっと遠くからお客さんに来てもらうこういう発想が大事ですからそういうことのためにお店から離れたところに看板を立てるこれを数百メーター先、まあ、一般の歩行者対象にするんだったら数百メーター先ですね。例えばマクドドナルドの青山店舗 この数百メーター離れたところ交差点を越えたところにある自動車のショールームがありますそこの屋上に M マークを作ることによって客数が上がったという事例もあります特にこのリードサインというのはドライブスルーでは非常に大事な最も大事なマーケティングだと言えるぐらい大事なことです交差点のある一角にドライブスルーのお店があるとしますそうしますと日本では左側通行ですから右から 来るお客さん左から来るお客さんは道路の向かい側になります向こうから来るお客さんは道路の右からになります後ろから来るお客さんは道路の左から来るわけですねあ店から向かって右店から向かって左そういう意味ですでドライブスルーの設計というのは4つの方向のどっから来るお客さんもお店にお招きするっていうことは非常に大事ですから 左車線から入ってきて、直接ドライブするに入れる。これは非常に簡単です。ところが、向こうから左車線で来ますと、店の反対側になりますから、直接入ってくることは難しいです。この直角に曲がれるところがあればいいんですが、ないときには、お店を通り過ぎて、どっかで u ターンして、こちらにご招くするということも必要になるわけです。 そういったことも含めたリードサインを適切な場所に作るっていうことを設計するわけですがまあよくあるパターンは店舗をオープンして後でドライブスルーのリードサインを付け加えるとかですねそういったことも私マクドナルド時代現場視察に行っていくつか問題を発見したことはよくありました後でリードサインを追加するとかですねもっと笑いい話話みたいなががあるんですが まあ、お店を行っても別に営業妨害じゃないんで申し上げますけど、まあ、カンパチのですね、まあ、昔からあるドライブスルーがあるんですがカンパチっていうのは皆さんお分かりの通り一時停止も何もできませんよね。ドドライブスルーーのリードサインが見見ええます見えた瞬間通り過ぎるというぐらい <laughs> リードサインがお店に近すすぎるんですねこういったことも含めてですねドライブスルーのリードサインっていうのは 2キロ先2キロ手前1キロ手前500メートル手前数百メートル手前とこのようにきちっとご案内するというのが原則だと思いますさてこの看板に関してもう一つ過去私が経験したことを申し上げますとこのお店のファサードデザインも看板も非常に大事な会社のブランド資産形成につながっていきます。 この顧客接点はすべて,ていくわけですねところがですねよく雑居ビルの1階にお店を開けるとなるとお店を見た時の視野の中に他の事業体のサイネージが見える例えば床屋さんのぐるぐる回るやつとか雑居ビルのテナントの看板が全部縦に並んでいるのがお店の視野の中に入るとかこういったものはまあ理想言えば避けた方がいいわけですね。 あんまりブランド既存をしないような業態の看板だったらまだいいんですがちょっと好ましくないような業態の看板がお店のフロントから見た視野の中に入るというのはあんまり好ましくないこういった点を考えなきゃいけない非常にブランドマネジメントにも大事な視点だと思います。ま、えー、まだ話は尽ききなないんですすがもう一つ付けけ加ええサイネージ看看板板例ばポルにか大を乗っける こういった飲食店、ショッピング、郊外のショッピングセンター、よくありますね。この経年変化による劣化、これで看板が落ちるとかですね。もっと言いますと、お店の天井のシーリングが落ちるとか、こういったことがやっぱりあるんですね。人身事故に繋がってないんで、あまりマスコミには露出してないと思いますが、業界の中ではそういった話がいくつかあるということを私は経験しています。ぜひ看板 また大きなこのポールサインっていいますがポールの上に大きな幹線道路よくあるじゃないですか遠くから見えるああいったものの経年変化による落下事故事故を起こる前の検証こういうものをプリベンンンテテブメナンス不良が起こってから対応するんじゃなくて不良が起こらないように対応するこういった考え方をプリベンンンテテブメナンスと言いますこういったことも忘れないようにしないといけないと思います以上ですたたためになったと思いましたら チャンネル登録よろしくお願いします